ミスユニバース1957は、1957年7月19日に、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチで開催された。この大会では32カ国の代表が競い、ペルーのグラディス・チェンダーが優勝し、ラテンアメリカ女性初のミスユニバースとなり、アメリカのキャロール・モリスから栄冠を授けられた。チェンダーは、南半球初のミスユニバースでもある。 日本の大谷京子は、トップ15に入場し、ミスアジア賞を受けた。ミスユニバース1957参加国と、最終結果1953以来の参加1955以来の参加ミス USA のレオナ・ゲージは、トップ15入りと発表されたが、決勝戦前の午後、彼女が結婚していて二人の幼い子供の母であることが発覚したため、大会から追放された。 16番目の補欠に選ばれていたミスアルゼンチンのモニカラマスが代わりに昇格した。ゲージはミス USA のタイトルも剥奪され、シャーロット・シェフィールドが昇格したが、すでに予選が終わっていたので参加できず、ミスユニバース大会に参加しなかった初のミス USA となった。シェフィールドはミスワールド1957に参加したが、入賞できなかった。ありがとうございます。